長義介は、元の女神人官僚、政治家。字はタスクの。父は、長砂を、母は、女神人名門出身の川野札氏で、その次男。本性は、受けら陽光で、その一族は金に使え、山本光郎によれば、現代の極東ロシア沿海地方ウスリースク近辺に、居住していたと考察されている。曽祖父の長祖は、金の鎮国大将軍で、 1142年からの、モアン、防国の河北への集団移住の前後に、上州山貢献に移住した。肝人住民に、受けらよ用語を似た発音の、蝶谷と聞き間違えられたことから、蝶星を名乗るようになったとされる。金の対モンゴル抵抗戦では、1226年から1232年の間に、蝶吉助の父の蝶砂を、兄の蝶吉高、おいの蝶、 中慶の長領罪の4人が戦死し、戦火を避けて母と共に放浪した。金の滅亡後、13世紀のモンゴル帝国で唯一、行われた1238年の選考に求大し、上州教授となる。1251年には、クビライの幕下へ推挙された。慶州安部氏の幕長として、業績を上げ、雲南、大理遠征の頃には、個数が倍増したという。 クビライの一時的失脚の時期には、レン・ノゾミケント象徴の下で、先制戦武士の賛議となる。1260年、クビライに即位を進め、再び、先制四川先武士の賛議となる。コント会の反乱では、王コレマサ、リュークローマと協議の上で関係者を処刑した。レン・ノゾミケント象徴は、クビライの許可もなく処断したことを恐れ。 謝罪の死者を出したが、長吉介は死者に、すべての責任は自分にあるとの書状を渡し、クビライは、この件での追及はしなかった。連望見県と省庁が無本を企んだと虚偽の告訴を受けた時には、その承認として告発者から指名されたが、激として同活するクビライに対してあくまでも二人の、中説を訴え疑念を晴らし、告発者は処刑された。1270年に、 高来に置かれたトンデンの計略士となり、日本への服属を命じる施設が失敗していることに、対して自らが施設となることをくびらいに来い、それに当たり秘書官に任命された。この時、戦死した、府警4人の記念碑を建てることを願って許可されている。1271年には日本へ5度目の施設として、太宰府へ来訪。4ヶ月ほど滞在の後、 ダザイフからの施設と共に帰国した。1272年、施設として、再び、日本に来訪し、1年ほど、滞在の後帰国した。クビラへ、日本の国情を詳細に報告し、さらに、真は日本にいること1年言うよ。日本の民族を見たところ、荒々しくネーモにして札をたしなみ、不死の親、上下の礼を知りません。その地は、山水が多く、 田畑を耕すのに利がありません。その人を得ても訳さず、その地を得ても富を加えません。まして船氏が海を渡るには、海風に定期性がなく、加害を図ることもできません。これでは有用の民力をもって、無給の巨額を埋めるようなものです。真が思うに打つことなきが良いでしょうと、と日本信仰に反対した。1274年に、同船書数密印字となる。 バヤンの南宋攻略に際して助言をし、その通りに戦況が進んだ。総滅亡後の港南人の人材育成と採用も進言している。1282年に病で懐武氏に隠居し、1286年に死去した。死後に、韓国公、水た氏欲翌運行進、大野田持義堂三氏を追封増され、送り縄文章。このは、 先制兵将政治に至った。ありがとうございます。